どうも皆さん、こんにちは。はるにゃんでございます。新年明けましておめでとうございます。2022年もはるにゃんをどうぞよろしくお願いします。ということでですね、皆さんは年末年始いかが過ごされましたでしょうか。今回はですね、ちょっと21年のうちに明けたかったんですけどできなかったので、まあ去年の軽く自分自身のね振り返りと、そして、22年今年ですね、たくさん目標ができたので、今回はそんなお話をしていきたいと思います。去年の軽く振り返り、2021年なんですけれども、まあ私の動画を見ていただいている方はね、なんとなくわかるかと思うんですけれども、まあ去年は本当にちょっと大変な、1年でありました。春ぐらいからね、ちょっとガクーンと、まあ、体調を崩してしまって、まあ多分育児なんていうかな、ノイローゼっぽくなっちゃってて、そっからこうパニック障害とか不安障害になってしまって、まあ夜も眠れなかったりとか、夜パニックを起こしたりいたりとか、まあそういう今までできてきたことが普通にできなくなってしまったり、まあ本当にやりたいと思うことがね、もう無気力状態でできない状態でありました。で、あとやっぱ気持ちがね荒れてる時に、まあもう何度も話しちゃってるんですけど、まあインスタにすごい依存っていうか取り憑かれてしまって、まあちょっとやばい方向に行っちゃってたところもあったりとかそう、常にこうインスタを見てて、こう人の評価を気にしたり、人と比べたり、いいねしてくれないとか、そういうやばいなんかこう思考になってしまって、だ病んでる上にそういうものを 見て依存しちゃってたから、本当にやばい状態でしたでそこからやっぱインスタをやめて、で、まあ、なんていうのかな、自分自身と向き合う、自分を知るみたいな感じ。はい。まあ、そういうことをね、考えるようになって、あと本とかも読んだりとかね、するようになって、まあ、やっぱり自分自身がこう、頑張りすぎてたのかなとか、考え方の癖だったりとか、まあ、育児に対してとか、まあ、こう自分自身をね、こう振り返って見直すと、やっぱり結構無理してたところがあったので、はい。インスタやめたりとかね、ちょっとこう、人付き合いをね控えたりとかするようにしてたら、気持ちが少し落ち着いてきました。まあ落ち着いてきたのも、まあ夏ぐらいピークで、まあ秋ぐらいからまあ少しずつ落ち着いたっていう感じで、今の状態、今はねちょっとだいぶ良くなったんですけれども、やっぱほんと12月入ってぐらいからですかね、まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども、まあうん、本当にこう大変な時期ではありましたが、まあ自分自身を知るね、いい一年になったと思うようにしようかなというふうに思ってます。はい。そしてですね、今年は、まあ一応とね、落ち着いたって言ったんですけれども、その落ち着いたきっかけっていうのが、やっぱ歌を歌うことだったんですね。そう、なんかアドとかリサちゃんにハマって歌うようになって、やっぱ歌楽しくなって、でそしたらね、すごいなんか気持ちがね明るくなったり元気になったり、やっぱ楽しいって思えるようになってきて、気持ちが落ち着いてきました。なので今年はですね、まず一つ歌をね、投稿したりとか、歌うことはね、頑張ってみようかなと思います。まあもともとね、やっぱり小さい時からね歌手になりたくて、まあ、歌は本当に生きがいだってこう、もう命をかけていた時があったのでまあ歌はちょっと今年ね、ちょっと頑張っていこうかな、自分の気持ちが元気になれるので、はい、やっとそういうものをなんかまた歌に助けられたかなっていう感じ、そういうものを見つけられたかなっていう感じがするので、はい、歌をやっていきたいかなっていうふうに思います。であとはですね、その歌を歌っててやっぱ気づいたんですけど、自分でやっぱメンタルが落ちてるとやっぱこうなりがちなんですよね。だからこう猫背になりがちで、姿勢がすごい悪くて、そうなるとやっぱりこう肩こりとか、そう首こりとか、頭が痛くなったり、まず腰痛とか、もういろんな不調が出てくるんですよ。だから全てではないけれども、やっぱ育児っていうストレスとかもあると思うんですけど、だんだんやっぱこう猫背になって、そう体に不調も出てくる、まず一つだと思うので、まあ今年はちょっとちょっと筋トレとかしてね、そうそう肩の筋肉つけたりとか、なんか体を強くしたいなっていう風に思うようになりました。あとはそう、やっぱほら姿勢悪いとね声出ないので、そうよくね、そうプロ目指してた時とか、まあボイトレの先生とかにもさ、グギって、あなた姿勢悪いわよみたいな、こんなんじゃ腹から声出せないわよって言われたのを思い出して、そうああそうだったらと思って、だからそういうなんかね、なるべくこうね、肩のトレーニング、筋肉、体を強くしてね、姿勢をよく正していきたいなっていうのがまず目標です。であともう一つはヨガ
ヨガですね。去年は本当にね、ヨガに助けられました。まあ、その瞑想だったりとか、こう少し体をこうやって伸ばすだけでも、もうこう血を巡っていくのがわかるんですね。もうそうするとすごく体が楽になって、気持ちも落ち着いてくるっていうのですごい、はい、助けられたので、引き続きヨガはね、はい、やっていきたいなっていうふうに思います。あとはですね、まあ、毎年言っちゃってるかもしれないんですけど、やっぱり動画をやることですね。まあ、本当にもう、去年がもうやりたいだけどやれない。本当無気力だったので、まあ去年できなかった分、まあ今年はちょっとまたね、動画はやりたいなって思ってます。やっていきたいなって。まあどんだけね、気持ちが落ちてても、やっぱ動画はやりたいっていう気持ちは消えないので、うん、やっていきたい。いろいろね、悩むことはたくさんあるけれど、まあとりあえず、やらなきゃどうしようもないので、やりたけやればいい、やりたくなければやらなくていいっていう感じで、まあやりたいのでやります。はい。あとはですね、今自分自身と向き合うっていうのにちょっと似てるんですけれども、まあ自分がね、やっぱその、なんだろうな。嫌だなっていう思うこととか、まあ人間関係だったりとか、まあ場所もそうだけど、そう、自分がちょっと嫌なもの、嫌な人間関係、嫌な場所とか、まあ、そういうものをね、極力減らす。まあ子供がいたりとかするとね、難しいところもあるかとは思うんですけれども、やっぱ自分自身もさ、大事じゃないですか。自分自身がやっぱり幸せでないと、まあ子供に対してもこうね、笑顔向けられなかったりとか、ひどい言葉言っちゃったり、ね、なったりとかするじゃないですか。で、やっぱりだから自分自身もついついほら子供優先、子供優先ってなりがちなんですけれど、やっぱり自分を幸せにすることで子供を幸せにできたりとかね、すると思いますので、うん、だそこをね、やっぱ、そう、自分も大切にしていかなきゃいけないかなと思うので、本当になんかストレスの溜まること、嫌なこととか、うん、なるべくやっぱこう、うん、こう断る勇気、こう控える、離れる、まあ、逃げるじゃない、いや、逃げてもいいんですけども、こう、近づかない、関わらないっていうね、ことをしていきたいなっていうふうに思います。まあでも大好きな人はね、大好きです。私の動画を見てくださってる方も間違いなく大好きです。はい。もうこれは嘘ありません。あとはもう話してることとね、やっぱ似てるかと思うんですけれども、やっぱり育児を乗り切っていこう。だからその、大変辛い、もう無理とかっていうのもあるんですけれども、まあ、うまい乗り切り方をね、学ぼうかなっていうふうに思います。まあ、難しいですけどね、やっぱり怒っちゃったりとかさ、ね、愚痴っちゃう時もあるとは思いますけど、まあ、なるべく、まあ、こう、うまーくね、乗り切り方をね、攻略し、できればいいなっていうふうに思ってます。ああ、こう言われたら、ああ、ちょっとこう、うまくかわすみたいなね。そういうのもね、なんか、できたらいいなっていうふうに思ってます。だから日々やっぱり成長だなって、自分自身もね、成長だし、子供に教えられてるっていうふうに、思うとね、うん、本当にそうだなっていうふうに思うので、はい。なので、まあ、同じママさん、一緒に成長を乗り越えていきましょうね。はい。はい。まあそんな感じで2022年の目標をですね、本音でお話しさせていただきました。まあ歌投稿とかもやっていったりとか、うん、いろいろ動画、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それじゃあ2022年も春にゃんをどうぞよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。またねー。バイニャン。